ホエショスセトの交差点ミール大通り、または平和大通りはロシアモスクワ市中心から北へ向かう 8.9km の比較的長い大通りで、その先はヤロセラーブリを通りアルハンゲリスクへ達するロシア連邦道路 M8 となっている。ミール大通りはロシアモスクワ市内を北方向へ向かう大通りで、ルビアンカ広場から出て地下鉄6号線。 スハレフスカヤ駅付近で、サドーボエ環状道路と交差し、プロスペクトミイラ地下鉄駅、リガ鉄道駅、ベデンハ地下鉄駅を通り、モスクワ環状道路まで達する。その先は、ヤロスラーブリを通るロシア連邦道路 M8 となり、はるか、八海沿岸のアルハンゲリスク、セベロドビンスクまで行くようになる。モスクワ市内から、黄金の間のセルギエフ・ポサード、 ヤロスラーブリなどへのバス観光には通る道である。この道路は12世紀頃からヤロスラーブリへの道となっていた。17世紀頃から沿道にはポーランド人が多く住み、以前この道はメシュチャンスカヤ通りと呼ばれていたのはポーランド語のミッシュチェニーから来ている。ソビエト時代には1936年にソ連国民経済達成博覧会が建設された時に エシュチャンスカヤ通りの大幅改修工事が行われている。大祖国戦争後の1949年、この道路沿いに800本のポプラが植えられた。1957年の第6回世界青年学生祭典の時にミール大通りと解明された。1958年、この道路に沿って地下鉄カルーシュスコリーシュスカヤ線が開通した。 1960年代から沿道に宇宙飛行士通り宇宙征服者のオベリスク宇宙飛行士記念博物館が作られている。ありがとうございます。